おはようございます。速稼塾の久保です。今日はサブチャンネルからお届けしております。時間6月12日の朝7時13分です。午後4時ぐらいに私が目を覚めてね、 YouTube の方に行くと、私のアカウントが制限されているということで、どんな制限かというと、そのトランプ大統領の発言を取り扱った私の YouTube チャンネルの中で、不適切なものがあったと。私の発言じゃないんですよ。トランプ大統領のキーワードがどうも引っかかったみたいで、それを私が紹介してたところに、その動画の削除と1週間の動画アップロードの禁止の措置が下ったんですよ。で、私ね、慌ててですね、別のサブチャンネルでも動画がアップロードできるのかどうか試してみたんですけども、こちらの方はできるということなんで、別のアカウントから放送をねしているような感じなんですよ。1週間はそうなると思います。で、今4時に気づいて7時なんですけども、7時で一旦動画のアップロード終わったんですけども、どのぐらいの量の動画を私がね作ってアップロードしたのかちょっと紹介しようと思いますんで、今回画面を切り替えてご覧いただきます。じゃあこちらです。今回ね、サブチャンネルから急遽動画をどんどんお送りして、サブチャンネルを育てていかないといけないなっていうのと、やっぱ放送の圧力を弱めてもいけないんで、動画の方を上げてるんですけども、ペナリティを受けている間の動画っていうのがここにあります。ですので3時間の間にどれだけの動画を私がねアップロードしたかってことがここでわかるわけなんですよ。いきますよ。そうするとファイルがすでに8つできました。 FX の相場解説、これ1週間この中に入れていって、で1週間後動画のペナルティの措置が終わったら一気にアップロードしようと思うんですけども、こちらの方にね相場解説の動画、今日土曜日なんですけども1個上げてます。で、中級編、 FX の中級編という有料のコース、こちらの方は3つ動画を上げました。で、ライブ放送ですね、ライブ放送もこうやって1つさせていただいて、1つはサムネイルですね、これを撮っています。だからね、今回別アカウントからなんで、いきなり使ってないアカウントからライブ放送して誰か一人でも来るのかなと思ったら、一人来てくださったんですよね。ありがたいなと思います。で、次です。隠居 TV っていういつもの放送ですけども、こちらの方もすでに、3つ動画アップロードして隠居 TV の方で、で、サムネイルを1個作りました。サムネイルはね、目立つようにね、これでちょっと統一して、お送りしようと思います。あ、隠居 TV の動画上がってないけども、ここにあるんだっていうふうに、これで少しは気づかれるかなと思ってるんですけどね。で、億万長者合宿のリレーですけども、こちらの方もすでにできております。松潤さんからのメッセージに対しての返信動画、それからあと花龍馬さんとの返信動画、奈美さんとの返信動画ということで、これだけの動画すでに3時間の中で新しく作ってアップロードしたわけなんですよね。で、新しいアカウントから放送するってことは、私も条件が本当にスタートラインなんですよ。これから YouTube を始めようとしている方と同じところです。でも最初のスタートでこのぐらいのことをやるわけですよね。で、このぐらいのことをして、今チャンネル登録1人増えたんですよ、で、例えば動画が今ね15本ぐらい上がってますけども、15本上げたらチャンネル登録が1人増えるっていうふうに考えたら、150本上げて10人増えるっていうような計算も成り立つじゃないですか。じゃあ1500本なら100人になりますよねってことで、1万5000人なら1000人になるよねってことで、単純計算でこうなんですよ。でもですね、単純計算通りにいかないのがこの蓄積型のコンテンツのいいところなんで、正比例じゃないんですよね。やればやるほど二次曲線で上がっていくんで、実際は1万5000本動画を撮る前に、例えばね2、3000本ぐらいで、チャンネル登録1000人はクリアすると思うんですよね。現在私のこの新しいアカウントっていうのが1週間以内に収益化の目安となる1000人を突破するかどうか、ちょっとね新しい挑戦かなという気持ちもありますんで、非常に楽しみにこれからね、この1週間過ごせるんじゃないかなと。なんかまるでどっかにね修行に合宿に来たような感覚でございます。普段のチャンネルから離れて新しいチャンネルでどのぐらいまで切り込めるのか、ちょっとここら辺にね新しい興味が出てきたところで、この記録動画を撮らせていただきました。それではまた1週間後にお会いしましょう。というか、この動画を見てらっしゃる方はもうすでに結果が出た頃、6月20日に見てるかもしれませんね。では。